さあどうも、フジです。今回も信長の創造戦国理史やっていきたいと思います。さあ、アップデートで謀反増えたので謀反したいと思います。さあ戻ろう出てきたはいいが、そんなことしても できないんでね。さあ謀反どこにということなので、ではですね、本願事件願いたいと思います。軍港も下がる。あー、じゃあ願いりましょう。ここでいつでも寝返られるというものがね、でき、独立もいつでもできると。そこにそこにか。でもこれって同盟結んでるから永続的な、出るぞ。まあどっちについてもいいよねって。戦場へ参るですかね、ご命令を。先月の終始です。でまあその他にも領地行くか。訪問が可能になったので訪問もねやろうかなと。そこさんいるじゃん、仲良くなろうよ。さあね、0-0-0からのスタートになってますね。さあ有効が上がったというとこですか。ん、下ったね、どっかが。さあ勲功の上げ直しになってくるのか。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。なんか町前作らなかったっけ。それ投げ打ってきちゃったからな。これは森か。やけに多いな、何かが。馬もあるのか。表情を始めます。じゃあ森からまず木取って鉄も取ってで進めよう。で訪問が毎ターンできるから、これ欠かさずにやっていこう。ああ次は滅亡した。さあ謀反じゃなく独立もできるようになったんで、それもねこの実況で試していこう。うん、もうクリアなんていうものはないんじゃないかなみたいな感じになってきてますけどね。たたらばか。作るだけ作れ。これは名所だよね。名所は敵に城を奪われました。すごい落ちるね。あの大勢、あの朝倉の方に、越前のエッジの方かの城ですね。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。奨励前やったのがまだついてることになってるんだな。ん、ああノーノーノー。で今松永久秀のプレイを面白くするようなね、イベントじゃね、シナリオを作ってるんでね、それもお披露目できたらいいなみたいな感じに思ってますね。このゲームシナイベントエンジャーでですね、まあいろいろできるようになって、まあそうだね、もうその自分で独創的なシナリオが作れるようになったっていうのは大きいですね。ただですね、あの作成部署ではイベントが作れないから、その点はややね叩かれてましたね。うん、まあその辺はどうでもいいんですけど。表情を始めます。先月の終始です。たたらば娯楽と治安、娯楽か。じゃあこれは武芸と治水。じゃあここに作ろう。だいぶお金がないな。まあ今一応作ってるシナリオは、松永久秀の弟長頼が先月の終始です。報告いたします。竹にね、竹を乗っ取るみたいなものをね作りつつも、まあその後ね三好長慶を追うような展開を作ってるんですけど、結構ね、いろいろテストしたりするのがね、時間かかるんですよね。
ご命令を。先月の終始です。でまあ例えばいきなりそうだね、北条家が滅亡するみたいな展開も急に作ることもできますね、うん、ただその場合はどっかに吸収されるって形になるんで、その分大きくなるんですけど、そう独立もねバンバン行えるから、そこもやれば表情を始めます。例えば織田家とか北条とか強い勢力のね兵を削ぐことができるというようなこともできるし、まあ隣国でねなんか同盟を結ぶっていうような包囲網もね形的には形成することもできますね。まあね、同盟派遣もできるんで、アザイト朝倉家の同盟をいきなり切るみたいなこともイベントで作れたりもしますね。でそう例えばですね、繰り返し同盟を結ぶようにイベントを作ると、同盟が切れたタイミングで多分次の同盟を結ぶイベントが発生すると思うんですよね。それはある種永続的な同盟ですよね。さあ金や金を動員じゃないね、入れないといけないし、兵数も増やしたいし、表情を始めます。先月の終始です。利水もないんだな。ねここら辺3こうか、あどっちでもいいな。連兵場を作ろう。最大兵数1000にするっていうのもあるから、それもねやっておきたい。さあまず一国一城の王さにならないとな。どこが落ちあれ、この状況だとね何が起きてるかよく分かんないから、多分攻められてるんだろうな。とりあえず自分の武器作って独立じゃなくて謀反とかして好き勝手立ち回ろうかな。進行関係ある、これないか、治安だな。ないね、奨励してないな。今できるものはないな。ご命令を。先月の終始です。ん、進出可能だ。これなんだろう。無理。ここにってことか。ご命令を。先月の終始です。まあ、それなら作るだけ作っておこう。あ、作れたな。さあこれで最大兵数1000いくんじゃないか。謙信か。表情を始めます。先月の終始です。あ、それ持ってないだか。いや、できるんじゃないか。可能なの。まあ線いないけど線みたいなものか。なるほど。
そういえば大名になるとこの領地作ってても意味ないっていうのをね知ったんで。表情を始めます。先月の収支です。はい、俺も行くのかな。訪問してないじゃないか。はい、行くよ。いるかな、圧勝してないか。進む。続け。始めろ。撃て。力を合わせ戦い抜くのだ。でもって戦車は雨を降らせろ。気合を入れろ。狙え。固められない。厳しいか。もう死んだぞ。こんな日もある。よし、まあまあまあ感染しようか。おお、今援軍来るんだよね。道を阻むな。もうしゃせぬぞ。よし。あいつら大丈夫か。ああ、ちょ領地に戻りたいよ。ご命令を。先月の収支です。戻る前に領地見とこう。なるほどね。ああ、こっち。なるほど。本願寺強いけどな、今見てみるとそうでもないな。まあまあまあ、そのポットで乗せるかあればそこにつけばいいからね。あ、なら真田正幸面白そうですね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ひたすら主君を変えることもできるもんな。呼ぶね、やめろ。いや少ないんやって、こっちマジか。迷子300って。進め。前5000とか引いてたんですけどね。行くぞ。もうやられたようなもんだ。やられるような気がしない。いや300だもん。ここが勝負どころよ。行くぞ。あれ、ああ、あとこいつか。攻め、見切れない。かかれ。これで決めます。さあ勝つのだろうか。まあまあ勝てないよな。まあ呼ぶんなら優勢であってほしかった、せめてね。訪問して誰かと仲良くなろうかな。軍隊表情を始めます。さあではまた次回お会いしましょう。先月の終始です。